最後にハスキー JP を読んでいる、はい、まあ、イカ娘のファンというか同胞の皆さんに、はいはい、メッセージをいただければと思いますが。あ、そうですね。あ、喋るんですか。はい。ああ、そうですね。まあ、イカ娘第2期終わっちゃったので、ちょうどね、昨日、まあ、東京では、はい、あの、ものすごいいいアニメでまた泣かせていただいたん で、ね、まあ、あの、本当だから、まあ、僕個人的には非常に幸せなんですね、うん、で、まあ、この素晴らしいイカさんと素晴らしいフェラーリをもっと世の中に知ってもらう活動を手伝っていただける方ぜひ遊びに来てください。どうで、ここに来て、ですげえ楽しかったよって、うん、あちこちで言っていただくと、どんどん、あの、口コミで、はい、侵略が進行していくと思うので、日本まずね、全国侵略しないといけないですから、まだまだイカちゃん知らない人多いので侵略するべきさと。ここでパブリックビューイングとかできるといいですよね。そうですね、あの、さっきとまではなかなか行けないけど、ここだったら来れるって方とかね、はい、応援しようっていうのは、そうですね、うん、まあ、徐々に実現できるかな。そうですね、少しずつやっていただけるということで、すみません、ありがとうございました、はい。